お疲れ様です。やっぱサイクルあるよな。ジャンクスタイルです。まあ画面いっぱいね、駿河屋 .jp の段ボールなんですけど、まあね、超巨大な箱で届いて、で今回はちょっと遅かったかな、10日ぐらい、2週間までかかってないけどっていう感じですね。最近1週間以内届くことが多かったんで、ちょっと遅いかな。まあでも早い方ですよね、まだ。で今回ね、買ったのが、要はなんだろうな、新品のミニカー、まあ駿河屋さんね扱ってらっしゃるんですけど、それがね値下げになるサイクルっていうのがやっぱりメーカーごとによってあって、で今回とあるメーカーのミニカーが安くなってたんでね、購入したんですけど、前回がグリーンライトかな。でまあそんな感じのサイクルで、ある程度経つと多分売り切っちゃうのかな、あのなくなって、でまた半年後とか1年後とかにすっげえ安くなる時があるんで、まあこまめなチェックをね欠かさないようにしたいと思います。した方がいいですね、はい。で今回ね、割と届いてすぐに撮影してるんですけど、っていうのが今このミニカーの、ブランドっていうかね、メーカー安いよっていうのの参考になればいいなっていうのと、まあ、自分が何買ったかよくわかんないんで、とっとと確認したいのと、前ね間違われてたんで商品をね、だからまあ早めに開封した方がいいなっていうところですね。やけにでかいなと思ったんですけど、こんな感じで箱の3分の2は空気ですね。だから折りたたんで、なんだろう、あの段ボール細工して送ってくれる時がほとんどなんですけど、まあ、こんな感じすっかすかですね。そんなに買ったかなってちょっとビビってたんですけど、今回の安いサイクルとはあまり関係がないんですけど、これも買ってます。トヨタチェイサー、いやこれある方が買ってらっしゃって、あの写真見せていただいて、これかな、同じものか分かんないです、詳しくないんで。まあでもかっこいいなと思って、チェイサーなんか安くなってたのかな確か、で買ってますね。でところがですよ、これ新品なんですけど、どちら、こっちが1940円、こっちは1990円、まあ安い方だよねっていう感じなんですけど、こっち綺麗なんですよね、箱も。だこれ新品なのにさ、ボロボロ、また見えます、でしかもテープ止め、これ絶対新品じゃないでしょうって感じなんですけど、検品甘いよな、これこれだって、これ店頭で1900数十円だったら買わないでしょ、2000円弱で。ボロいじゃん箱ってなりますよね、しかもテープ止めだし。これ、ね、多分ねパッケージ傷みはね交換対象なんないんですよね、駿河屋さん。だから駿河屋さんでトミカリミテッドヴィンテージ系を買わないって決めたのに、なんかね買っちゃうんですよね。でこれ開封してね、なんか見たいんですけど、またあの9月購入したものね、まとめてざっくりとね開封したいと思いますんで、その時まで撮っておこうかなと思います。おそらく中身は大丈夫なんですよね、箱がボロいだけで。じゃあ今回のね、安くなってたものを見ていくんですけど、まあ、さっきちらっと見えてたんですけど、ジョニーライトニングが安かったんですよね今回。でいきなりちょっとこれだけ中古なんですけど、他新品で、まあ、結構安くなってたんで買ってる感じですね。半年ぐらい前かな、もう安くなってたりとかしてたと思うんですけど、半年じゃないかな、3、4ヶ月前、まあ、そんなサイクルであるかなって思うんですけど、これ、1962シェビーコアベア、分からんけど、これかっこいい、やっべやばいっしょ。これね、なんだろう、もしホットウィールで出てたらめっちゃ高くなるやつっすよね。マット系の塗装でやばいっすね。700円、よくないっすか、やばい。ホイールもこれだっていうか、なんていうのレッドラインっぽい感じで、これやばいですね。開けて遊びたい感じですけど、ちょっと我慢しようかなと思ってます。なかなかね開けづらいですよね。これ1256分の1だって、リミテッドエディション。まあ当てになんないですけどねこれ系。でどんどんいきます、1967シェービーシェベル SS ターコイズですって。こちらがね730円、これかっこいいこれ系やっぱ買っちゃう。違う、ホットイールが出してくんないからさ、これ系。なんだろう、豊富にこう在庫があったらさ買っちゃいますよね。おやべえな、これかっけえな。ボディカラーが素敵。これ3508、これ3508って何、製造ラインの問題、まあ、かっこいいからいいや。っていうか全部リミテッドエディションですからね。で1972フォードマスタングコンバーチブルイエローですって。マスタングは買っちゃうね、やっぱ。
コンバーチブルはちょっと人気なくて、あ、ここいいね、タンパありますね、これも開けたいけどな、なかなかね、あ、ボンネット開きそうですね、あ、やっぱいいな、やっぱ60年代70年代とかのこうね、マッスルなカーはやっぱいいっすよ。どうもね、最近日本車人気なんでね、この辺がなかなか出てくんないですからね。これは3000個らしいっすよ。ちょっと2台同時に行きましょうか。1941ウィルスギャッサーピックアップ、かっこいいよなこれ。どちらもマットブラックで、これね、密かにムーンアイズなんですよ。黒だからね、ちょっとあれかなと思うんですけど、カラバリですね、あの黒と赤ですね。で、値段が違うんですよね。こっちが770円、あの青い方が770円で、こっちが860円、90円の値段の差は一体何でしょうね。よくわかんないけど、これやっべえな、ちょっと2台部分、あのドクロっぽいのもいるんですけど、スカル的な、ちょっとね反射しちゃうんでね、この感じ見えるかな、超かっこいいんですけど、これ売れ残っちゃうんだね。ムーンアイズもなんかいやらしいぐらい目立ってるんですけどね。あ、このブラックアウトか、ブラックアウトシリーズ、あの黒なんですよ、黒。これもちょこっと集めてて、まあちょっと揃ってきたかなという感じなんですけど、これ、え、多くない？そう、製造数12720個だって。で、1973プリムスロードランナーライムゴールドですって。え、これ2021年、だから去年発売されたやつか。多分売れ残ったやつをどんどん安くしてると思うんですけど、トミカリミテッドヴィンテージと箱ボロボロなのにさ、この辺はすごい綺麗なんですよね。何それと思うんですけど、あ、強商か。今代理店どこなんすか分かんないですけど、これもやばいですね、これもやばいね。ああ、さっきと同じような感じですか。全然シリーズ、あ、シリーズ一緒なんか。おー、並べて飾りたいですね。このなんだろう、ゴールド感がたまんない。ヘミって書いてあるしねライムゴールド、あ、なるほど、ライムゴールドなんだ。へー、まあかっこいい1台ですよね。これが800円台で買えるとかすごいよな。ジョニーライトニングって高いですからねこれも同じシリーズか。2011シェビカマロですね、さっきのと同じですね。え、旧車もあったり、これちょっと新しめのやつもあったりするんですね。でも同じシリーズだけど、全然製造数がこれ半分ですからね。これ、あ、カマロもすごい強調してありますね、顔。すっげえかっけえ。これがね、720円ですって。720円か、いいよな。やっぱなんだろう、トイザラスってホットイールのプレミアムラインを買うのとあんまり変わんないぐらいで買えちゃうっていいよね、やっぱ。そりゃ買っちゃうね。これなんですけど、なんか同じやつ間違って買っちゃったかなと思ったんですけど、1975、まあ、フォルクスワーゲンスーパービートルコンバーチブルのこっちがイエローで、こっちはイエロープライマーなんですよね。何が違うか分かんない。ちょっと見てみたんですけど、一緒なんですよね。ただなんだろう、巨匠さんのここのコードも違ってて、でもイエローはイエローなんですよね。なんだろう、これ、ね、どう違うの分かんない。しかも値段が違うっていうね。こっちが570円、違う、590円だ、イエローが。こっちが580円っていう、何が違うのかな。一緒じゃんこれ、わかんない。これなんだろう、サビ表現があっていいっすね。500円台だったら買っちゃうけど、なんかそんな同じようなやつ2個いらなかったかな。でこちらですね、1968シェルビー GT500KR、カリプソコーラル、カリプソコーラルとホワイトか。ああ、これもいいよな。いや、やっぱマスタング好きにはたまんないですよね。多分ジョニーライトニングの同じ型で持ってると思うんですけど、この色持ってなかったと思うんで、ちょっとブリスターが怪しいんですよね。今にも剥がれそうなんですけど、これがなんと驚異の580円ですよ。580円、580円だったらまあ買っちゃいますよね。っていうか、なんだか買っときゃよかったかな、抜くようにさ。あ、
後でもう一回サイト見てみようかな。これも色違いですね、1985フォードマスタング SVO、 ちょっとね人気のない時期っていうか、あのでもあんまりあれですよね、80年代のマスタングそこまでミニカー化されてないっていうか、最近ね、最近なんでありがたいですね。ちょっとねこっちの方が新品なのに箱じゃないパッケージめっちゃスレがあるんですけどね。うん、まあいいっすで、そう、これ値段が違うんですよね。こっちのミッドナイトブルー、ちょっと黒に見えたけどミッドナイトブルーらしいですね、が830円で、こっち白の方が860円なんですよね。まあ、この角角デザインがかっこいいっすわね。まあ、スタングってだけでまあ買っちゃいますけどね。これ下どうなってんの？あ、缶がついてんだ。箱じゃないね。なんだろう。開けてみないとわかんない。缶付き、はい、ですね。で、これは5192。また中途半端ですね。これさっきのやつの色違いですね。1968シェルビー GT500KR。あ、違うのか。一緒か、やっぱり。こっちが、こっちが、今の分が、ハイランドグリーンとホワイトだって。ハイランドグリーン、まあ、濃い、うん、あのダークグリーンっぽいやつ。そうで、さっきのやつ赤が580円だったのにこれは820円するんだって。なんか違うの、やっぱ。でもこれ並べたいっすねと思って買ったんだと思います。うん、ちょっとねここ隙間が空いてるキャストになるんですけどね。まあいいね、これがかっこいいですよね、やっぱね。こうシェルビーのねロゴっていうかね。こちらも空張りで買ってますね。1970プリムス GTX のムーランルージュだって。ムーランルージュとブラックラインとバーントオレンジ、うん、まあ、あの茶色ですね。で、こっちが740円なんですよね。で、こっちが760円なんですよ。微妙な違いね。そう、微妙な違い。あのカラーによる違いって何なんでしょうね。なんか多分同じアソートだと思うんですよね。ですよね。なんでね、なんだろうね微妙に値段が変わってくるっていうね。これかっこいいな、やっぱ。だからホットウィールさんよ、やっぱ出してくれれば売れるっていうか。あ、てかそっか、ジョニーライトニングさんも売れてないからこんなに安くなってるんですよね。難しいね。これも空張りですね。1970ダッチダートスインガー、違う、ホワイトとブルーストライプと、こちらがブルーブラックですね。前なんだこれ、メタリックブルーみたいなちょっと濃い感じのやつで、こっちがなんと480円だって。すごい、今日の最低価格じゃない。でこっちがね760円だって。ちょっとねルーフが黒でなんかいい感じなんですよね、マットブラックで。うん、それはこっち買うよなーって感じですけど、480円はいいよね。これ絶対買うでしょ。あ、買えばよかったかな、もっと。あ、違う、480円だ、450円。450円だって。だからなんだろう、ホットウィールの、あの、ベーシック感サイドラインが今440円ぐらいでしょ。変わんないぐらいでこれ買えちゃうっていうね、すごいよな。この辺の車いいよねー。ダッチのロゴも素敵っすね。1965シェビーシェベルワゴンですね。タートルワックスのこれ、タンポも綺麗っすね。こちらが630円だって。安いよね。このワゴン系、やっぱいいよな。いや、私が好きっていうのもあるんですけど、かっこいい、これ。あ、開けて。もう一個買えばよかったかな。あ、ウィンドウもタンポがしてある、ここ。すげえなー、これカードもいいっすよね。これちょっとシール邪魔だね。シール剥がしたらカードまで取れちゃった。あ、これ気をつけて取った方がいいっすね。駿河屋さんのシールって割と綺麗に剥げると思ってたんですけど、あー、カードまでやっちゃったっすね。これもシェビーシビルワゴンのタートルワックスの、これシルバーですね。さっきのやつの方がかっこいいね、全然やっぱ。うん、キャスト一緒なのに全然イメージ違いますね。でもワゴン系いいよね。これ630円ですって。630円だったら可愛いですよね、普通に。めっちゃいいしな。
それいいね。やっぱさっきのやつカードがさ、こんな剥がれたのがやっぱ惜しい。まあこっちもかっこいいけどね。で1970マーキュリー、クーガー、エルミネーターっすね。ダークブルー、ダークブルーっていうほど黒じゃん、あ、黒っていうか濃い青じゃないんですけどね、普通の青ですね。これかっこいいね、やっぱ。あ、やば、あ、ちょっとウィングがよが、まあいいや。ホイールもいいっすね。これが820円だって、ちょっと高いかなって感じですけど、全然いいよね。これやっぱ去年から今年にかけてのやつなのかな、わかんないけど、あの 安売りのやつばっか買ってるからね。じゃあ以上ですね。ジョニーライトニングで20台買ってましたね。買いすぎだろってね、ちょっと安かったからね。あとトミカリミテッド、ヴィンテージネオを2台買いまして、計22点ですね。あちょっとね、はしゃぎすぎたかな、安いからって言って。たまにあるんですよね、やっぱジョニーライトニング安い時って。ちょっとこれ箱がボロボロってなってるのが残念だし、さっきのタートルワークスです、これね、剥げたのもちょっと残念だしっていうところあるんですけど、やっぱちょっとこのシール剥がす時も気をつけた方がいいっすね。すぐ剥がせるからって、ちょっとあの、なんだろう、あまりにも乱暴にやっちゃうと剥げちゃうんで、ゆっくり慎重にやった方がいいっすね。学びました。まあ、ジョニーライトニングの、 あの安くてかっこいいやつねを買ったつもりなんで、また参考になればいいなと思うんですけど、まだまだ、ね、全然在庫あると思うんで、あのサイトの方見てみられてはいかがですかね。まあ、あのこれ系、箱系はちょっと買うのおすすめしないですね。ボロいのが、新品でもボロいのが届きますからね。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。